はい今回は山丸パンの食パンに添加物が入っているというやばい噂こちらについて考えていこうと思います今回もよろしくお願いいたしますこの丸のところにはですねが入ると思っていただいてまあ,あの内容を聞いていただければお分かりいただけると思うんですよ結構この話っていうのはまあ有名っていうか昔からまあ言われている話でしてで少し前にですね SNS に投稿をした一般人の方の内容が注目されてるんですね でどういったものが注目されておりまあ、一体それは何なのかとまあ、そういったことを考えて、えー、お伝えしていく、えー、今回の内容です今回もよろしくお願いいたします一般人の方がですね、えー、このような投稿されていたんですね息子の車掃除をしていたら未開封の去年のパンが出てきた恐ろしいことに開けてみたらカビも生えていないし今買ってきた状態怖いっていうことでした 1>, 1年前のパンがなんとカビも生えずに、えー、そのままあったということで,でこちらの件に関してはですね、えー、それをあのそれについてのまあ,あね、えー、ご意見あまあその SNS のご意見がありまして車の中は暑いから大丈夫なんだとかね、えー、カビとか生えないんだとかって言うんですけどいや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 1年経ってカビが生えないってどういうことって、えー、思いませんかっていう話なんですよでこれが山丸パンの、まあ、食パンだったんですね うん、ちょっと名前があったんですけどちょっとさすがに名前は控えた方がいいかなと思うんで、えー、まあまああの気になったらねえー、まあロー○〇〇なんとかあとかだそんな名前だと思いますけど僕はあの結構何でも食べるんですけどちょっとこれはねどうかなとあの思ってでこの山丸パンっていうのは昔からですねいろんな噂があるんですよで例えばこの一つの噂がですねこのね、えー、食パンに添加物が入ってるっていう まあこの、まあ、やばい噂があるんですね。これ本当かなとかって思うじゃないですか。一般人の人が例えばこういうことを言ってるんですよ。えー、山丸パンはあ昔から添加物が入ってるからパンがかぶない。あもっともかなとか思うんですが。 発○○初丸々性物質が含まれているということで、あちこちから避難をされているということなんですよ。このやはりあのパンがかびない、パンがカビにくいというのがまあ疑問であると。でこの発○○性物質がです、ね、添加物として入っているということなんで、これって結構やばいじゃないですかで。この噂って何なのかなとかって思うわけですけど、実は本当なんですね、これ。山丸パンが抗原、ね、しているんですよ。どういうことかというと、このパンの成分にですね、 シュウ素酸カリウムを使用しているとでこの、この経緯を時系列で考えると、このヤママルパンがシュウ素酸カリウムをどのような系列時系列かというと、2014年から2020年までは、このシュウ素酸カリウムは使っていなかったみたいなんですね、で何を思ったか、また2020年からこのシュウ酸カリウムを使い始めたということです。 でこのヤママルパンのですね、えー、考えとしては使っていてもこの収素酸カリウムが残っていれば問題ない、えー、というお考えみたいなんですがいや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 怖いですねこれ普通にこ怖いと思いません、ね、でこの 発○○初丸々性物質があるっていうことなんで、そのね、えー、にな,なる可能性があるわけですよ。まあ、あくまでも可能性ですけど、ただですね、そういったものがあるのとないものであれば、ね、やはりないものの方がいいじゃないですか。で、この今回のですね、えー、SNS に投稿されていた山丸パンの食パンの名前は、あーロルや丸○ ブレマルドということでまあ、気になったら、えー、調べていただければと思うんですがこのパンはですね美味しいっていう声が多数出てるんですよでやっぱり、えー、この添加物が入ってるものってのは美味しいのか何だかわからないんですけど一言あの僕は別にそんなね,ねこういったものに詳しいわけではないんで、えー、ちょっとすいません <laughs> うまく言えないんですけど、えー、一言言ってみますね、うん 腐らない食べ物ほど怖いものはないとそういうことだと思います僕はこういった理由からですね「山丸パンは食べないようにしております」この話ですね結構今注目されてるんで、えー、まあリスナー様も関心を持たれる方がいらっしゃるかなと思いまして今回お伝えさせていただきました、まあ、何かしらあまあ、ねえー、お役に立っていただけるものがあれば何よりですということで、えー、今回はここで終わりです最後まで聞いていただきましてありがとうございました失礼いたします